バビロニア年代記アーリーイヤーズオブネブカドネツアルクロニクル紀元前590年 LW キングによるダイナスティッククロニクルの設計文書断片の模写バビロニア年代記は古代バビロニアで起きた事象を記録した年度版の文書群の総称古代史学における第一歩に位置づけられている重要な資料であるバビロニアの天文学者の手により作成された バビロニアをナボナッサルの時代からパルティア時代までの歴史を取り扱う歴史書でおそらくバビロニア天文日誌を出典として用いたと考えられている。現在バビロニア年代記の一部と認められているほぼすべての年度版は19世紀に何者かによって発掘され遺物業者の手を経て大英博物館に収められているものである。3点を除いては 詳しい来歴が分かっていない。バビロニア年代記からは同時代の支配者の視点から見た、長大なバビロニアの歴史を知ることができる。バビロニア年代記は19世紀にバビロンで発掘された後に大英博物館に移されたと考えられているが、解読不能なまま数十年にわたりアーカイブされていた。初めて出版されたのは1887年、テオフィルス・ピンチェスが ザ・バブローニアン・クロニクルと題して、b m 9 2 5 0二を出版したものである。1923年には、フォール・オブ・ニネベ・クロニクル、ニネベの陥楽年代記、ABC3 が、1924年には、シドニー・スミスにより、エサー・ハダン・クロニクル、アキツ・クロニクル、ナビンディス・クロニクルが、百五十六年には、ドナルド・ワイズマンにより、 年度版4枚分のネブカドネツアルクロニクルが出版された。以下に挙げる年代記は、次の4種類の投資番号による整理が行われている。ABCAK グレーソン、アシリアンバブローニアンクロニクルズ CMG、ジャック・グラスナー、クロニークメサポティミアニツ b c h p アイフィンクル &RJ1 でアスペック、バブローニアン、クロニクルズオブザ・ヘレニスティック・ピリオド BM。 British Museum No. Hot L.W. King《Chronicles Concerning Early Babylonian Kings》Vol. ーーンン2《Texits and Translations》ルザック &CO《P145 Hot A.B. Caroline ワーツェガーズ》ザ《The Babylonian Chronicles Classification and《Provenance Journal of Near Eastern Studies 71》2《285 298》ワイズマン《1956》 ページーズ1プラス2ありがとうございます。